でもなんかね、もしかして人集まらなかったらどうしようとかヒヤヒヤしたよね。いや毎回ヒヤヒヤしてます。それはもう私普段のライブでもそうですけどね、うん、はいあ、そうなんだ。そういうのあるの？うん、なんかヒヤヒヤはするんですけど、うん、でも本番前にその会場の雰囲気とか見ると、うん、あ、いける子いけるなという感じでできますね。うん、うん。それでそのこの間のそのジャパンエキスポあって、そこから夏のフェスいっぱい出たじゃない。夏フェスにたくさん出させていただきました、うんうん。2012年はその後帰ってきて、はい、フェスいっぱいいろんなとこ行って帰ってきて、一回ライブ見た時に、そのフェスは僕ついていかなかったんですけど、はい、見た時に成長しててはい、なんかこのきゃりーちゃんってこの分かりやすく成長するって感じもすごく魅力なんですよ。なんで1ヶ月会わないとなんか自分が置いてかれそうな感じもあって、うん、たまにあの1ヶ月ぐらい間空いちゃうと結構会えるのが嬉しくて、はい、そうですよね、うんうん、そのジャパンエキスポでまず海外の方から応援というか勇気をいただいて、うん、それで夏フェスに挑んだ時に、夏フェスってお客さんもすっごく盛り上がるんですよ、うんうん、音楽好きの方たちの集まりなので、うん、でもちろん私のことを初めて見る人たちが多かったとは思うんですけど、なんかその夏フェスで初めて自信がついたんですよ。なんか、うん、その今までってたくさん出ているアーティストさんの中だと、まあ、どうせ私なんて見に来てないぐらいのスタンスでやっていたんですけど、うん、こんなにも盛り上がって楽しんでくれるんだったら、うん、自分自身も楽しまなきゃっていう風に思えて、それでこう楽しくなってって、そしたら自然と一緒に歌ってとか、うん、そのなんか煽りができるようになっていきましたね。なんか掴むのうまいよね、お客さんは。ありがとうございます。この中できゃりーちゃんのライブ見たことある人いますか？ありがとうございます。想像以上に激しいと思いません？ねえ、なんか意外こうほんわかして可愛い感じなので、なんかふわふわしたライブかなと思ったら全然違くて、結構みんな飛び跳ねるようなね、そうなんですよ、結構激しいライブなんですよね。はい、はい、まあ、キャリーキッズというダンサーさんがいたりだとか、うん、あと振り付けもお客さんと一緒にやれる振りが多いので、うんうん、そのみんなでライブを作るという感じですかね、うんうん、でも最近その目指していることがあって、うん、私のライブは普通のライブじゃなくて、うん、お客さんがテーマパークで遊びに来ているようなライブができたらいいなということで、うん、そのセバスさんも美術を担当していただいた武道館ではそれが再現できたかなと思います。そうですね。